皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。こら、何をしている。さっさと岩を運ばんか。はい、というわけでドラゴンクエスト5実況プレイのパート6やっていきたいと思います。前回はラインハットの王子ヘンリー王子をね、助け出したと思ったら、その追っ手に捕まってしまって、なんと父親であるパパスがね、魔物に殺されてしまいました。で、それからナベやヘンリー王子はどこかの場所に連れ去られて、奴隷として10年の日々を過ごしていきました。ね、友達のね、ソロとも別れ別れになってしまって、これからどうやって生きていくんでしょうか。で、ここでいろいろとイベントもあるんですが、とりあえず上の階に行ってみますね。ね、10年の月日が経って、なんも立派に成長しました。16歳っていうことになるのかな。10年経ってるんだもんね。確かこの辺にいるじゃないか。いた。いや、鍋、こんなところで油を売っているとまた鞭で打たれるぞ。それともまた逃げ出す相談かい。あれからもう10年になるもんな。お前の親父さんには本当に申し訳なかったと思っているよ。お前はきっと親父さんの最後の言葉を信じて母親を探したいんだろうな。いいよな。俺なんかここを逃げ出してもお城じゃ弟のデールが王様になってるだろうし、とくどくど話してても仕方がないな。さあ仕事仕事。はい、で一回下に降りてもう一回上がるじゃなかったけど、よし。よーし、今日はここまでだ。明日も朝は早いぞ。それぞれ部屋に戻ってさっさと休むんだ。いや、鍋、やっと目が覚めたようだな。ずいぶんうなされてたようだけど、また鞭で打たれる夢でも見たんだろう。しかしお前はいつまでたっても反抗的で奴隷になりきれないやつだよな。その点俺なんか素直になったと自分でも思うよ。わっ、諦めてんのかよお前。だらしねえな。ようめか、お前の親父はこの強打の奴らに殺されたんだってな。その時の悔しさを忘れちゃいけねえぜ。その思いがある限りお前はきっと生きていけるだろうからな。あんた知ってますか？神殿が完成すれば私たちは自由の身になれるんですよ。おめえはよ、考えが甘いんだよ。誰から聞いたかは知らんが、そんなの俺たちを頑張らせるための口実に決まってるだろう。でも本当だって。しらしら、おめえは幸せなやつだよ。光の教団がこの地に来るまで、ここは我が神の聖地でした。今はこのような生活ですが、私は我が神を信じています。皆をお救いくださいますよう。うわ、すいません。もう触りませんから、無視で打たないでください。にゃむにゃ、うなされている、かわいそうに。こりゃ、鍋兄貴、どうもおはようございます。なんでも兄貴は子供の時連れてこられて奴隷として10年も働かされているとか。ずいぶん苦労しなさったんですね。お願いじゃ、起こさないでくれ。ギリギリまで眠らせてくれ。うわ、トイレだった。もっとも俺が素直になったのはお前の親父さんの死が答えたのもあるけどさ、あれから10年、月日の経つのは早いもんだぜ。本当にそうだよね。一瞬だったもんね。ちょっと聞いておくれよ。そこのマリアちゃんは光の教団の信者だったのに奴隷にされちゃったのよ。なんでも教団の教えに逆らい、奴隷の子供をかばったとかで、マリアちゃんの兄さんは教団の兵士をしてるっていうのに、全くひどい話よね。私、最初から教団の考えについていけないところがあったんです。だから教祖様の怒りを買って奴隷にされて、むしろ良かったのですわ。こんなに多くの人々が教団のために働かされていることが分かりましたし、光の教団が恐ろしい力によって動かされていると噂にも聞いたことがあります。聞いたこともありますか？でも一体誰がそんな恐ろしい力と立ち向かえるのかしら。
れ確かこれ最初昔だとあのなんだっけ、大事な皿を割ったとかそういう理由じゃなかったっけか。よくわかんねえ。ほらほら、仕事の時間だぞ。さっさと行かないと、この虫が飛ぶぞ。乱暴だな。まあ、いいや。間違った。いや、もう今、武器も防具もな、大したもんないしな、一応攻撃力結構高いけど。まあ、いった。妹のマリアが奴隷にされてしまったのだ。なんとかしたいが、教祖様には逆らえないし、と、こんなことを奴隷のお前に話しても仕方なかったな。あんたが兄さんか。そうか、そういう心を持ってる人もね、ここにはいたんだね。さあ、持ち場に戻りましょう。おや？なんと、奴隷の女が無事で撃たれている。俺様のクソを土で汚すとして、女だ。その根性を叩き直してやる。どうかお許しください。いやダメだ、確かお前は奴隷になったばかりだったな。この際だから自分が奴隷だってことを身にしめて分からせてやる。ひぃ、うわぁ、くっ、あいつら。あれ鍋、いつの間にそこにいたんだ。まあいい、俺はもう我慢できないぞ。うわっ、よし、俺だって。なんだお前も歯向かう気だな。よーし、思い知らせてやる。やってやるさ。頼むぜ、ヘンリー。バギー。攻撃呪文使えるからね。くれた。あ、ヘンリーやばい。ヘンリーすぐやられる。頑張れ、ヘンリー。バギー。よし、なに、お前ナイフ隠し持ってんの。まあいいけどさ。よいしょ。ほら、なんだ、櫛ほどにもないじゃないか。お、ヘンリーどんどんレベル上がる。なんだなんだこの騒ぎは。はっ、この二人が突然歯向かってきて。この女は、あ、はい、この奴隷女も反抗的だったので。まあよい。おい、この女の手当てをしてやれ。は？あ、はい、わかりました。それからこの二人は牢屋にぶち込んでおけ。はっ。さあ、来るんだ。まあ、しょうがないか。でも、あの女の人がね、助かってよかった。いやー、参ったな。しかし、無知で打たれるよりマシかな。気楽だな、お前な。どうしようもないな。せっかくだから、のんびりすることにしようぜ。しかし、いつまでここに入れておく気かな。ん？誰か来たみたいだぞ。おや。あれ、開けてくれた。一体なんだろう？おい、行ってみようぜ。こうやって引っ張んなよ。歩くから。先ほどは助けていただいて、本当にありがとうございました。あ、君は。さあ、どうぞこちらへ。妹のマリを助けてくれたそうで、本当に感謝している。私は兄のヨシュアだ。前々から思ってたのだが、お前たちはどうも他の奴隷とは違う。生きた目をしている。そのお前たちを見込んだ頼みがあるのだ。聞いてくれるな。実はこのことはまだ噂なのだが、この神殿が完成すれば、秘密を守るため、奴隷たちを皆殺しにするかもしれないのだ。そうなれば当然、妹のマリアまでが。お願いだ。妹のマリアを連れて逃げてくれ。お前が昔さらわれてきた時の荷物やお金も後ろの樽に入れておいた。
この水路は奴隷の死体を流す場所で、浮かべてある樽は死体を入れるために使うものだ。気味が悪いかもしれんが、その樽に入っていれば多分生きたまま出られるだろう。さあ、誰か来ないうちに、早く樽の中へ。わかった、すまん。行こう。くそー、俺も出しやがれ。でもとりあえずこれで奴隷生活のモサアラバだ。よかった。おほ、浸水とかしてこないよね。大丈夫だよね。さあ、どこまで流されるんだろう。建物が見えてきましたよ。まあ、よかった。気がつかれましたのね。もう5日も眠ったままで、このまま起きないのではと心配していましたのよ。しかし、樽の中に人が入っていたのにはびっくりしましたわ。お連れの人から聞いたのですが、とんでもないところから逃げていらしたとか。ここは名もない海辺の修道院。どこか元気になるまでゆっくりしていてくださいね。ありがとう。でもそうもしてられないんだよ。ね、やらなきゃいけないことがいっぱいあるからね。ところでヘンリーどうしたんだろう。あとあのマリア、おいた。やあ、ナベ、やっと気がついたな。へえ、ちゃんと着替えたのか。そういや、お前は荷物を持っていたもんな。俺なんかまだ奴隷の格好のままだぜ。まあいいけどね。それはそうと、マリアさんがこの修道院の洗礼を受けてここに残るらしいぞ。お前は目が覚めたばかりでいまいちピンとこないだろうけど、まあとにかく出席しようぜ。それではこれより、私たちの新しい友、マリアさんに神の祝福が授けられます。うわ、奴隷の服着た時はボッサボサだったけどね。しっかり手入れしたら綺麗な人じゃないか。我が修道に導かれし我らの友マリアよ。そなたに聖なる神の祝福を授けましょう。マザーはグラスに入ったルビー色の水を少しずつマリアに振りかけた。さあ、これであなたにも聖なる過去が与えられました。これからはその美しき魂が汚されることのないよう正しき道を学ぶのですよ。ではこれで儀式を終わります。さあ皆さん、今日のお仕事に戻りましょう。よし、じゃあちょっとマリアに会いに行ってみようかな。いたいた。はあ、やっと気がつかれましたのね。本当に良かったですわ。兄の願いを聞き入れ、私を連れて逃げてくださってありがとうございました。まだあそこにいる兄や多くの奴隷の皆さんのことを思うと心から喜べないのですが、今私がここにあるのもきっと神様のお導きなのでしょうね。鍋さん、これは兄から預かったものですが、どうぞお役に立ててください。マジで大金じゃないか。鍋さんたちの勇気がきっとこの世界を照らす光になってくださると信じますわ。ありがとう、頑張るよ。さてと、
確かスーパーニ版だと、あの時にゲマに負けるとお金が半分になってそのままなんですけど、確か DS 版かプレステ版からか、そういうのがなくなったんですよね。なんであの宝箱、お金の入る宝箱とかね、当て取った方が良かったっていう。何も入ってないか。あなた方の旅の無事をお祈りして、この女神像を差し上げましょう。木彫りの女神像。これもあのいつだったか手に入った銀のティーセットと同じような、まあ、収集アイテムです。それは私たち修道院に暮らす者が祈りを込めて彫ったものです。特別な力が宿るものではありませんが、この修道院へいらした記念にどうぞお持ちください。ただ、銀のティーセットと違って、一応これはね、装備することもできるので、まあ、運の良さが上がるだけですが、装備しておきましょう。さて、あとは？なんもないか。じゃあ冒険に出かけますか。大人編の始まりだ。さっきは黙って出てきちゃって悪かったな、鍋。マリアさんって奴隷の時は気づかなかったけど、綺麗な人だよな。ここでずっと暮らす気かな。でも俺たちはここにはいられないよな。さてと、これからどうするかな。出かける時は声をかけてくれよ。かけるよ。いよいよ旅に出るのか。そうだよな。お前には母親を探すっていう目的があったもんな。なあ、どうだろうか。その度に俺も付き合わせてくれないか。もちろんだよ。よし、そうと決まったら早速旅に出よう。今出かけるって言ってくるから、お前ここで待ってろよ。ね、親友になってしまいました。あの時の悪ガキと。やはり行ってしまうのですね。何でも、お母様を探す旅とか。北にある大きな町だなら何かわかるかもしれませんね。どうかお気をつけて。本当にいろいろありがとうございました。私はここに残り、多くの奴隷の皆さんのために毎日祈ることにしました。そして鍋さんがお母様に会えるようにも、どうかお気をつけてください。鍋、あなたはもう大人です。これからは自分の道を自分で見つけなくてはならないでしょう。しかし神様が見守っていてくださることを忘れずに。鍋のために神のご加護のあらんことを。さて、行こうぜ。はい、ヘンリーが仲間に加わった。よし、ヘンリー、大したもの遊びしない。よし、じゃあこれでね、しばらくの間このヘンリーと一緒にね、冒険ですね。なんかまともな遊びあんのかな。鉄かぶとくらいしかねえや。まあ何もないよりいいでしょう。早速冒険だ。でここから北に行くとこのオラクルベリーというちょっと大きめのね町があります。まあいろんなお店があったり、なんとカジノがあったりですね。で、まあ、カジノで遊ぶのもいいんですけれど、どうしようかな。まあ、それはまた、撮影外かもしれないな。ちょっと、一枚だけ買っておきます。ですね、ここではですね、いろんな景品がね、置いてあるからさ。ほら、グリーンギャムの鞭にメタルキングの剣、キラーピアスと強力なものがいっぱい売られています。で、まあ、ここで粘って、このメタルキングの剣やグリーンガムの鞭を入手してもいいとは思うんですけど、いきなりそれやっちゃうとね、もうバランスが崩壊してしまうので、まあ、今回はスルーですかね。まあ、スモロクがあるので、それをいずれね、やってみてもいいと思うんですが、今回は先にやっておきたいことがあるので、そちらをね、先に進めていきます。スモロクどこだっけ？てか、そもそもここスモロクあったっけか。あ、これだね。一応スモロク剣は一応4枚あるんだけどね、ちょっと先に、やっておきたいことがあるので、そちらを優先したいと思います。
まあ町の探索もあるんですけど、とりあえずね、わしが有名なモンスター爺さんじゃ。ふむ、お主はなかなか良い目をしておるな。しかも不思議な目じゃ。もしかするとお主ならモンスターですら改心させ仲間にできるかもしれんの。何？それにはどうしたらいいかだと？よろしい、教えて信ぜよう。まず馬車を手に入れることじゃ。そして憎しむ心ではなく愛を持ってモンスターたちと戦うのじゃ。そのお主の心が通じた時、モンスターは向こうから仲間にしてくれと言ってくるじゃろう。もっとも彼らは自分より強いものしか尊敬しないから、仲間になりたいというのはこっちが勝った後じゃかな。どうじゃ、わかったな。よろしい、お主ならきっと多くのモンスターの仲間にできるはずじゃ。馬車があればより多くのモンスターを連れて歩けるが、それでも限度はある。その時はわしのところへ来ればいい。仲間のモンスターの面倒見てあげるぞい。これとあと馬車を入手することで、鍋はね、魔物を仲間にすることができるようになりました。その馬車はね、夜じゃないと買えないので、とりあえず夜まで待ちますね。ビビニュートで、モンスターも何でもかんでも仲間になるわけじゃなくて、仲間になるモンスターもいれば仲間にならないモンスターもいたり、あとやっぱりモンスターごとにね、仲間になりやすさっていうのがあるので、まあできればね、いいモンスターいっぱい仲間にしてね、強いパーティーを作りたいところではありますけどね。あまり運が絡んでくるとどうかな。パン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 、気持ちいい。よし、日が暮れてきた。ヘンリーピンチだ。ヘンリーすぐへばるから。やっぱまともな遊び作ってあげないとな。よし、夜です。で、この町外れの方だったと思うんだよな。あった、お客さんの旅の人がいたったら場所の一つも買ってみないか。多くの仲間を乗せられるぞ。俺ともっと負けれるんだっけか。いいんだ。じゃあその300ゴールドで馬車を買います。その話は聞いた。で、これでね、馬車を使ってというか、まあ馬車をね、引きながら冒険ができるようになって、仲間も合計8人まで連れて歩けるようになりました。これでもしかしたら仲間になるかもしれませんね、モンスターが。ちょっとやってみようか。あと少しの時間で、なんかもう2体くらい仲間にしたいね。なんか出ないかな。お前は、こいつらはね、仲間にならないんですよ。なんか仲間になりそうなやつ。いない。ないな。やべえし。ヘンリーもう少し強くなんないと。くっ。せめてなんかモンスター仲間にしたらもうやめます。あ、こいつは一応仲間になるぞ。一応 DS 版から追加されたモンスターですけども、一応仲間になりますし、結構強かった気がする。どうだ、ダメか。
そう、お前でいいの、お前。スライムだから全然大したことないけどさ。来た、よし来た。はい、スライムが仲間になりましたといった感じでね、確率でモンスターが仲間になって一緒に冒険をしてくるようになります。で、まあそのスライムは見ての通りね、レベル1で HP8 ととてつもなく弱いんですけど、レベルが上がっていくとね、結構使える感じに成長していくんですよね。はい、でまあこんな感じでね、またあの撮影外で少しヘンリーの装備を整えたり、いろんな仲間をね、仲間を増やしたりやっておこうと思います。今回はここまでにしておきます。ほら、モンスターが仲間になってね、後をついてくるんですよ。いいじゃないか、これね。え、はい、というわけで今回はここまでにしておきます。父との別れ。魔物の分のね、装備も買ってあげないと。よし、ではドラゴンクエスト5実況プレイパート6、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。